西谷山浩司です。アンティークコイン投資を極めるのコーナーです。今日はご質問ですね。ロゴストロン用を他の真言を公文に追加するのはありか。般若心経の中にある真言やガヤトリーマントラ等はマントラ修行にふさわしそうですが、石山さんはどのようにされているかということで、1つ目、愚問字法天才的記憶力96ページ。2つ目、五僧成人132ページ。3つ目、入れるのは自分の構文が大事。4つ目、払い清め脳の CPU を活性化。アナログとデジタルの両輪を回すということで、4つのテーマで話をしていきます。もはやアンティーコインの話ではなくて、もうマントラとかの話なんで、全くついてこれないと思うんですが、ロゴストロンっていうのは、これ今最新のだとロゴストロンホローっていうものが出ています。文言をですね、1600倍で叩き込むことができると。このこともほぼわからないと思うんですが、このご質問だと、真言、要はマントラのことです。マントラをいろいろ入れてもいいかということで、私がどうしてるかっていうのがご質問の趣旨です。でもう一回言うと、これ意識の進化装置というふうに言われていて、要は普通のスピードだと自分の中にですね、要は潜在意識に入ってこないものを超スピードで回すことによって、余計な雑念を払い清めながら、さらに自分の望むものを入れていくというような機会になっています。だいたい37、8万円だったというふうに思います。で、あと本ですね、この、ちょっとこれ僕が持ってるのは古いので、表紙のデザインが古いんですが、この空海の人間学っていうことで、跳躍、日本語の最近の言葉に訳されているものがあります。これ、八山俊彦さんっていう、今、がんの治療とかを九州の方で確かやってる先生、お医者さんだと思うんですが、もう、悟りの方に世界に入っているので、非常にこの本はおすすめです。私がおすすめしたから、もう売ってないらしいです。で、この本の一つ目ですね、愚問字法。天才的記憶力ということで、この本の96ページに、愚問字法のことが書いてあるんですが、空海ですね、空海がマントラ、愚問字法を学ぶために中国に修行に行ったと。で、100万回間違えずに唱えると、この愚問字法をマスターできるっていうのがあり、要は、それはもう人間にはやることは難しいから、ロゴストロンで1600倍速で回すと、あっという間にこの愚問字法が流れるということを私は発見してですね、100倍速の機械を持っていたんですが、そこで流したところ1ヶ月後に、劇的な変化が起きたということがありました。100倍速の機械もまた打ってます。それは200万円。これは面接しないと買えないんで、もし興味がある人は私に連絡してくれればと思います。で、修行なので、いろいろとルールがあるんですけど、疑わず、要はこういったことが信じられないとかっていうことはもう無理。その状態では入っていかないと。で、自分が正しいと思わずと。で、欲を貪らず、抽象に起こらず、身体的、精神的辛さを乗り越え、自己流に陥らないということが修行の基本になっていると。なので、これがもう正しいことだと思い、正しく取り組めば効果があるのが愚問字法と。天才的記憶力、CPU の能力を上げるためにやるという感じです。2つ目、五僧成人、132ページということで、これが5つのマントラになっています。このさっきの本に書いてあると。で、自身本来清らかなりと。自分自身は本来は清らかなものであると。我が心を清らかな悟りの心なりと。自分の心は悟りの心のように清らかであると。で、悟りの心混合のことし、ダイヤモンドのように悟りの心は硬いということですね。堅牢ということ。仏知すなわち仏心なり、仏の知恵はつまり仏の体なりと。で、自身と仏心一体なり、自分自身とこの仏の体は一体だということの5つのマントラとイメージをこの五僧成人では言ってるので、私のロゴストロンにはこれも入っています。3つ目、入れるのは自分の構文が大事ということで、自分の構文って何ぞやというと、自分の命を何に使うか決めていることを構文として流す。で、このさっきのロゴストロンホロに自分の望みですね。で、自分がお金持ちになりたいみたいなのは通らないです。ちなみに。で、お金持ちになって何にお金を使って誰に対してそれをやっていくのかっていうことを入れなければいけないので、この構文の作り方と、作るよりも何も自分がまず決めなきゃいけないので、どのように生きていくかを
決める必要があると。で、決めていないとロゴストロン機能を発揮しないので、そこも結構重要なところです。4つ目、払い清め脳の CPU の活性化、アナログとデジタルの両輪を回すということで、払い清めはヨーガ瞑想でもできるし、ノリトでもできるし、ロゴストロンの中にノリトが入っているので、まあ、マントラも入っているので、払い清めが進んでいくということと、脳の CPU の活性化、まあ、脳みその状態が、レベルアップしていかないと悟りに入っていかないっていうルールになっていると。なので脳を鍛えると。脳を鍛えるにはヨーガ瞑想と、あとさっきの愚問字法とかをやると。で、アナログとデジタルのこの両輪を回すと、自分の体やらない と、この機械だけに頼ってても何も変わらない、何も変わらないとは言わないんですけど、なかなか時間がかかるので、このアナログと機械と両方やると、ロゴストロンの威力を自分の体で受け取ることができるという感じです。で、まあこれ非常にスーパーテクノロジーの機械で、私自身は2015年に出会ったんですけども、丸7年以上使っており、まあ、最新のやつはもう安くて早くてとてつもない威力っていう風に変わってきているので、まあ、今言ったように自分自身が決めないと能力を発揮しないと。これ決めたことがない人にはこの話自体通じないので、決めないと意味がないっていうことを分かっていただき、決めれるっていう人はぜひこれを入手してロゴストロンを回していくというのはいいかなというふうに思います。まあちょっと個別相談ではロゴストロンの話とか基本的にしないんですけど、このロゴストロンホロの YouTube ですね、それも見た上で本当にこの修行に入りたい人は LINE の方に登録していっていただければ、まあちょっとした相談だったら聞けるかなという感じです。そろそろまとめですね。まあ今日のはこのロゴストロンの愚問字法が欲しいっていう方に対して、私はそれを差し上げたことがあり、その方からの質問です。で、このさっきのこの本にいろいろと意識レベルがどの状態だとどんなことが起きるかっていうのは書いてあるので、それも見ながら修行に入ると非常に意識の進化しやすい時代かなというふうに思います。本日の動画がためになった、面白かったという人はぜひいいね、高評価をしていただければと思います。あとコメント欄ですね、 YouTube のコメント欄、このようにご質問いただけるのが一番ありがたいので、コメント欄にご質問いただければと思います。まあ、基本的にはこのチャンネル、アンティコイン投資でお金を増やす、守るっていう話をしているんですが、今日みたいに心理の話、支配者論から陰謀論から経済投資の話まで幅広くしてますので、ぜひチャンネル登録していただければと思います。動画の最後に QR コード、概要欄に URL、 LINE 上でアットマークゴールドコインと打ちますと、私が発行している LINE に登録することができます。週1回ニュースレター発行しているのと、動画1本ついてまして、動画見た人にですね、30分間 Zoom でオンラインで個別相談というのをやっています。まあ基本的にアンティークコイン投資でお金を増やす、守るっていう話しかしないです。で、さっきのロゴストロンホロが欲しいっていう人はもう覚悟決まってない人の話は僕はもう聞く気は全くないので、覚悟決まった時点で、相談したいっていうことを言ってもらえればというふうに思います。本日の動画のご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。